はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便の椎根翔です、今こちらの動画でですね、私の自己紹介というテーマで、シリーズをお送りしております、今回もよろしくお願いいたします。はい、ということで今ですね、こちらの動画で、川越のお店に移動になって川越のお店にいたアルバイトの方とお付き合いしたという話をしております。もちろんお店にいない人でですね、もう本当に誰にもない人で、まあ、お付き合いしたんですけども、まあ、結構、難所を取って見られちゃいますね。不思議と、どっかで見られちゃったりしたことが、まあ、多々ありました。まあ、でも、本当、難所にしてたんで、もう本当に、内密内密だったんですけども、実はですね、まあ、彼女が、大学の卒業式が終わってですね、卒業式の、袴の姿をですね、まあ、わざわざお店まで見せに来てくれるんですね。で、まあ、写真撮ったりとかするんですけども、それもやっぱしでも、まあまあ、おかしいじゃないですか。まあ、一アルバイトの方がですね、わざわざ卒業式で、卒業証書を見せに来て、で、袴の姿をみんなで写真撮ったり、で、その中で私も写真撮りましたけど、それもちょっと不自然ですね、今から考えてみると。なんでまあそんなことがありながら、よく周りの方に使えなかったというか、まあ知ってたけど知らんぷりしてくれたんでしょうね、ということがありました。ということで、この話の続きはまた次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。